はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の関数の値の変化についてお送りします。で、前回ね、接線やっていったんですが、ここで1本だけこのタイトルやります。で、次回からは関数の極値をやっていくんですけど、で、今回は増減を調べる問題です。つまり増減表を、ね、使う問題なんですが、それを2問やっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はこの関数の増減を調べます。つまり、まあ、増えてるところ、減ってるところを調べるんですけど、例えば、二次関数だったらさ、まあ、下に凸ならこうなるでしょ。こういう感じ。で、このゾーンは減ってるよね。でも、このゾーンは増えてるでしょ。こういう感じで。つまり、そういったのを調べていくんですが、今回両方とも3次関数なんです。で、まあ、調べ方と、これから表も書くんだけど、その表の書き方もぜひ覚えてください。この後使うからね。で、まず何するかっていうと、微分します、これ。で、微分すると、ちょっとね、いっぱい書くんでちっちゃくてごめんね。これが 6x2 乗-6x になります。で、増減を調べたり、まあ微分、増減表を書いたりするときは、y'=0 を解いてください。つまり、イコール0より、で、これ解くと、ちょっと6で割ってしまうとね、こうなります。で、x でくくり出すと、こうなるので、ちょっとごめんね、この書き方で。x=0と1なんです。y'=0 を解くとね。で、この場所が大事なの。これを出すことが。で、この2つをどうやって使うか。で、ここから表を書きます。で、表はどうしよっかな。黒のが分かりやすい気がする。ちょっとこう黒使おうか。で、これ書き方いろいろあるんですけど、あと左側がここいけるか。で、下もちょっと書かなきゃいけないので、この辺でいいかな。よいしょ。でね、まあ、俺こうやって縦1本引いた後にこうやって横2本書くんですけど、で、上から項目が x です。 y' です。 y と書きます。もし fx だったら x f'xfx にしてください。で、今 x が0と1っていうこの2つの数字が出てきました。それを書きます。で、0、1小さい方から並べたいので0、1って書きます。で、ここは点点点って書きます。俺はね、こういう感じ。あ、点点点0、点点点1、点点点みたいな感じ。で、今解いたように、この2つの時って y' が0だよね。つまり、この2つの時は y' は0なんです。こうやって。で、俺は x が0と1の時の y も出しちゃいます、先に。つまり、x が0だったら y はこっちね。こっちなんよ。この上の方ね。x0 代入すると1になります。で、 x を1代入すると2、あ、0になるのか。こうなるんだね。で、この後調べるのはあとこの3箇所です。隙間 y' です。で、何調べるかっていうと、これプラスかマイナスかを調べるんです。で、調べ方はここっていうのは1より右のゾーンなんで、2、3、4、5、6、いくつの数入れてもいいです。何の数を入れてもいいので、その時 y' がプラスかマイナス、どっちになるかを調べてください。で、例えば、まあ2とか入れてみようか。で、y' だからここね。2を入れると、6×4 だから24、マイナス20、12か。だから12でプラスになるね。で、1個調べれば絶対全部同じです。2がプラスだったら3もプラスだから。なので、ここにプラスって書きます。で、ここ、ちょっとちっちゃい子ね、マイナス1の方いこうか。ここマイナス1を入れると、マイナス1で6足す6で12になるから、ここもプラスです。で、大体が、プラスマイナスプラスみたいな交互になるんですけど、基本的にちょっと自分心配性なので、一応全部調べます。慣れるまではね。で、ここじゃあ2分の1とか入れようか。0と1の間だから、まあ2分の1とかを入れると、4分の6マイナス2分の1だから3か。で、これ2分の3だからマイナスになるね。つまりマイナスですよって。で、この3つ調べたらプラスなんで、こう書きます。上に上がっていくよって。これ下がっていくよ。上がっていくよっていう。
これが増減表です。絶対覚え、書けるようにならなきゃいけない、増減表ね。でちなみにこれどういうことかっていうと、3次関数でしょ、これ3次関数の基本的なグラフってこういう形なの。こういうカーブが2箇所あるんです。全部が全部これじゃないよ、もちろんこの逆もあるんだけど、で他の形もあるんだけどさ。だから今どういうことかっていうと、ここが、まあ、0なんだよね。でここが1になってて、0のとこまではこうやって上がってってるでしょ、だから上がっていくの。でも0から1の間はこう下がっていってるよって。で1から右側に行ったらまた上がっていってるよ、 y がっていうことを表してます。いいかな。で最後答えの書き方なんですけど、増減調べようなんで、ここからここまでは増加してます、ここからここまで減少してますっていう書き方をしたいので、増加してるのこの2箇所ね。だからまあ区間っていう言葉を使うといいかな。ちょっと待って、これ2行で書きたいんだけど2行入るかな。あ、ギリ入りそうだね。でまずここなんで、 x が0より小さいのは0以下か、つまり x が0以下ね、こっちでここです。であと大きいのは1以上なんで、それと x が1以上、この2つの区間は増加してます。だからここで、まあ、増加でもいいかもしれないけどね、一応俺単調に増加って書くので、単調に増加です。でもう一個、こう下がってるとこもね書かなきゃいけないので、区間でここは、0から1です、 x がね。でこれ両方ともイコール入れちゃって大丈夫です。 x が0から1で、ちょっと待ってね、単調に減少と入った、あ、入ってるね、よいしょ、これが答えになります。いいかな。まあ、もちろんね、この最後の答え方も大事なんですが、何よりもこの増減表が書けるかどうかで、書けるようになってください、ここはね。よし、じゃあ2番もね、また3次関数ですが、いきましょう。で、まずは微分します。で、やると 3x2 乗プラス2となります。で、これ解きたいんですが、実はイコール0解けません。で、何かっていうと、これ2乗じゃないですか、ここ。2乗ってことは絶対プラスだよね。何2乗してもプラスになるから。で、プラスのものに3をかけたらプラスでしょ。つまり、こいつ絶対プラスなのね。で、プラスのものに2足したって絶対プラスじゃん、全体で。だから、これ、0より大きいんだよね。絶対に。だから、もう増減表とかじゃないの。無理やり書くとしたら、ちょっと無理やり書くよ。これ書かなくていいんだけど、本当は。xy' y だね。でも、点点点です。イコール0のとこないから。だって y' ずーっと、あ、青で書けばよかったね。y' はずーっとプラスなの。つまり、ずーっと上がり続けるんです。下がるところがないのね。つまり、これは答えの書き方として、どこどこの区間でとはないです。もう常に。に、単調に増えてるからね。増加と。いいかな。こういうふうに答えてください。だからこの調べる問題に関してはこういうタイプも出てきます。必ず。あるんですけど、まあ基本的にはこっち。ね、解き方としてまず微分します。その関数を。で、y' イコール0、もしくは f'x イコール0を解いて、で、出てきます。数字が x。で、そこを基準にしてこういう増減表を書くと。いうのを、今回ね、一問一答練習する問題にないんですが、次回以降、いっぱい書いていきますので。なので一応ね、こういう風にやるんだっていうのを今回頭に入れておいてください。では、今回は高校数学数2の関数の値の変化についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。
で、次回からが極地です。極大、極小が始まります。で、この極地シリーズは結構撮る予定です。一応5番ぐらいまでは撮ろうと思っておりますので、もしよかったらね、そっちの方を見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。